ここね、青森市内の山の方なんだけれども、ここでみんなで土地を借りて畑をやってます。無肥料無農薬自然農法で。でここの畑ちょっと問題がありまして、まあ一つ見せてしまうと、ここの土ね、黒いでしょ。で今度こっちの方行きます。映ってるかな。うん、こっちのね、土茶色いです。なんかこれなんつうんだ、黒くないじゃない。要するに湿ってないのよ。水はけがいいのね、こっちで、こっちは水はけが悪いから、ずっとね土が黒いです。黒っぽい、うん、水はけが悪いから土が黒く見えるのね。でここは本当に何植えても育たないと。でここの家みんなで困ってしまってたんで、今回俺の庭の畑で効果的だった方法を試したいと思います。その方法をシェアしたいと思います。でまずこの排水性の悪いところ、水はけの悪い畑を改善するためには、まあ、どういう原因があるかってことなんだけれども、まず地形的な問題、どうしようもない問題なんだけども、そこにね斜面があるでしょ。この斜面だ、向こうに降った雨も何もかもが水がこっちに流れてくる。まずこれが一つ、水がいっぱい集まりやすい土地だということ。これはもうどうしようもないです。あの向こうに大きい池があって、川の水引いてるビッグビオトープって言って動画出してるんだけども、ずっと冬でやってなかったけども、またやるんだけども、その池があって、それ壊して鳴らすかっつうと、それは無理なんで、これは解決できない問題で、それは解決できない問題はとりあえず置いとく。で一つ、もう一つの問題、これは解決できると思います。それがね、ここもともと田んぼでした。田んぼで、田んぼっていうのは土の奥深くのところに硬い層でわざと作るの。わざとガンガンと固めて、でそこで水が通らないようにして、その上に土を持って、そこに稲を植えるっていう風な畑の作り方してるんで、要はその勾盤層っていうものがすごい厚さで下にあるのね。それが水はけを悪くする原因になってます、おそらくね。でその層がどこまであるかっていうのはわからないんだけれども、その層に穴を開けてしまえばね、要するに金の樽あるじゃない、ね、水たまるじゃん、ボールでも何でもいいんだけど、そのボールに穴開ければザーッと水が下に抜ける、そういうことをすればいいのね。今はこの穴が開いてないボール状態なのね。そこが、まあ、そこまではひどくはないけれども、ね、穴が開いてないボール状態なんで、そこに穴を開けてザルにしてしまえということ で大きな重機があればね、例えばユンボショベルカーね、みんなが言う、みんな大好きな男の子大好きなね、ショベルカー、あれで穴掘って、そこに山の方ずってるけど、あそこの枯れ木とかを埋めてまた戻すと。そうすると暗渠って言って水はけが良くなるっていうやり方もあるんだけども、ユンボありません。まあ借りてくればあるんだけど、ここの土地持ってる人、大谷建設っていう建設会社やってるんで、すごく大きいとこです。青森市で見るとユンボでも何でも持ってるんだけども、それをここまで持ってくるっていうのはちょっと現実的じゃないんで、やらないと。それにそういうやり方をしたところで動画をシェアしても皆さんができるわけがないんで、俺もできないし。なんで何をするかっていうと、この道具を使います。これちょっと、ね、こういう形の T 字のもので、先端がちょっとドリルになってるんで、これを刺してねじっていくと穴が掘れます。で抜くと土が取れると。何のために使う道具かっていうと、木の杭を立てるとき、木を植えるときに支柱立てるじゃないですか。角材とかでも何でもね、その添え木としてね、その時にこれで穴を掘って、そこに木を刺して、で埋めて、支柱をね深く刺しておくと。 これをやらないで、ね、1メートルも深く埋めることはできないんで、これで1メートルぐらいを掘れるんで、で、うん、そういうふうに使う道具なんだけども、この道具を俺は逆にね、水はけを良くするために使ってます。水はけの悪いところにこれで何回も穴を掘って、土出して、でその後土を戻すと。その作業を繰り返してやってたら、うちのね畑で水はけ悪いところの水はけすごく改善されたんですよね。だからその作業を今日やっていきたいと思います、ね、で早速やっていきたいと思います。それじゃあね、早速掘っていきたいと思います。これで押し付けながらねじっていけば、先端のドリル部分のおかげで入っていきます、どんどん。ただ水はけが悪いところって結構土硬いから、まあ硬いから水はけ悪いんだけどもね、よいしょ、もう入んなくなってきた。こうなったら体重をかけながら
ね、ぐーっとそれで回していく。この見えづらいか、シール剥がれた後のさところまで行くと50センチぐらい掘れることになるんで、実際に穴を開けてそこに管を通すとかそういう施術じゃない、施術というか施工っていうか作業じゃないんで、とにかく一回穴を開けたっていう実績があれば、入ってかねえな、あればそこを通してだんだんね水が通っていきます。だんだん水が通っていくようになるんで、ただすーげー硬えな。だいたい田んぼ作るときって重機でさ何回も走ったり叩いたりして作ってるんで、ほら入っていかないんだよ、硬えんだよ。この硬い層があるおかげで水がね溜まるのさ。この層をとにかく穴だらけにしてしまえば、まあ水はけが良くなって葉がね栽培が良くなるかと思うのね。いや、もう体重を思いっきりかけてね、ぐーっと。これ他にもね、あの植物を使うやり方があって、なんだろう、トウモロコシとかあれ直根性の太いのが、ね、出るんで根っこでね、そいつが穴を開けて、くれるっていう方法もあるし、ソルゴーとか、あとなんだろう、アルファルファっていう牧草を使ってやるの方法もあります、植物を使うやり方。まあ、その方が楽かと思うんだけどさ、ただ確実なのはやっぱこうやって人間の手で穴開けちまうっつやり方なのね。お、来たな。ちょっとね、これ道具が折れんじゃねえかっていう。来た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 。だいたいここ届いたんで50センチ。じゃあどうやって出すのよってね。引っこ抜けないよ当然。でそういう時は逆回転させると抜けるんで、よいしょよいしょ。そうなってね、まあ植物の力使うのが一番いいかもしんないね、楽でさ。だけど栽培ができなくなるから、野菜とかその他のね、よいしょ。やっぱ一番いいのは重機使ってさ、あの1メートルぐらいね、ユンボでショベルカーで水を掘って木とかで埋めて暗渠を作るっていうのがいいかもしれないね。あとはできることといえば高畝にするっていう方法もあるけれども、こうやって、はい、できました。で面白いのが出たよ。土表面黒いんだけども、奥のこの茶色い層、本当はここのらへんの土って茶色いのかもしれない、奥の方ね。これがね水はけ悪い層だと思うね、粘土の多い土だと思う。触ってみるとさ、指がねほらの跡がつきやすいんで、まあでもそこまで粘土でって感じじゃないね。ただ上と比べると、上はこうボロボロ崩れるじゃんね、こういうふうにボロボロ崩れる。ここは水はけのミミズの可愛い赤ちゃんになるじゃん。お前は帰れね、これは水はけ悪い土ではない、表面は。ただここね、ここはどうしても粘土質、ねちょねちょしてるんで、これがあの水はけを悪くしてる原因っていうか、ここを固めちゃってるんだろうね。まあ、田んぼだから仕方ないんだけど、それでいいんだけど、田んぼとしてはね。ただ畑としてはこれはよろしくないんで、今回そこに向けて穴を開けちゃうと、固まったらそうほぐしていくっていう施術をしました。よいしょ。でそれで使った道具がこれと、奥深くね粘土の層があるんで取れないね、なかなか。これだ、これね、やっぱ粘土のにちょにちょってボロボロって崩れないもん。表面の土はほらこういう風にボロ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 ってすぐ行くんだけども、ね、さっきの土はさ、なんかこう見ちゃってこうボロボロってはいかないんだよね。これがやっぱり水はけ悪い原因で、こういう層を
固めちゃってるから、まあ、田んぼとしてはそれが正解なんだけども畑としてはこれがすごい厄介なんで、ね、でまとめると方法としては今やったようにこういうふうに物理的に人力で開けるやり方、まあ、機械もあるだろうけどこういう穴開けるね。であとはユンボで溝を掘ってもう10メートルぐらいあるんだけど10メートルぐらい穴掘って、木とか もみ殻でもいいし埋めてそこ水はけよくする暗渠っていうものを作るってやり方で、もしくはこれで開けるのすごい大変なんで力自慢体力自慢だけどもすぐ息上がってるんで、ね、ただそうさっき喋った途中喋ったトウモロコシ直根性のすごい強く伸びていくやつで穴を開けてしまうとかあとは何だろう、そう、牧草、ソルゴとかアルファルファ、アルファルファはね、俺よく使ったりしたんだけども、やっぱ水はけ良くなる。なんでかっていうと、最大で20メートルぐらいね、根っこ伸びるっていうんで、どんどん穴開けちゃうのね、その交番層っていうところに。だからそういうのはおすすめです。ただ緑肥っていうのは楽だけども時間かかる。1年間ここで栽培できなくなるから最低でもアルファルファの場合多年草だからそこまで根伸びるっていうとやっぱ数年かかるんでやはりねやるならトウモロコシかソルゴかなと思います。1年で終わるやつ1年で終わって枯れちゃって次の年生えてこないからそれがおすすめかな。で早くやりたい人はやっぱりこういうの使って、穴開けた方がいいと思います。正直ここ今やってみてここの畑としてはすごいしんどいんでトウモロコシとかソルゴとかどうですかってソルゴの種俺持ってるんでやってみませんかって提案しようかなって思います、ね。まあ、とりあえず家庭でちょこっとの面積で穴を開けたいっていう時はこういうやりこの道具を使ってこの道具の名前も忘れちゃったんだけどもね杭の穴を開ける道具で調べれば出てくると思うんで、まあ、これを買ってやってみるのもありかと思います。本格的な農家さんには向くやり方ではないですけども、まあ、こういうやり方もあるよっていうことを紹介できする動画でしたんで、ここがまたね水はけもし良くなったりやっぱり良くならなかったとかねやっぱ効果がねどっちかで出たら動画にしてまたね報告したいなと思います。とりあえずこういうやり方うちの庭ではね今のちっちゃい畑では家1軒分の畑あるんだけどもそこでは効果的だったやり方をご紹介しました。気が向いたらもしね水はけ悪い畑あったらやってみてください。